大島ちゃんでーす。今日はまた元気にやってきました。今から元気で、ちょっと暑いんでちょっとアイスクリームか、そういったものを、ジュースとかそういったものを買ってこようと思いまーす。それじゃあ行ってきます。行ってきます。はい、お買い物行ってきましたよ。今日元気で買った商品を紹介します。まず今日買ったのがすぐね、はい、じゃーん、懐かしいですね。チロルチョコ。まあこれはスーパーでもどこでもありますけど、これはどこなんかな、どこって言ってますか、ちょっといいかな。懐かしいですね、これね。これ小さい時よく食べたんですけど、チロルチョコ株。あ、会社はチロルチョコという会社なんですね。はい、これが値段が、これはまあ40円。まあちょっと安いかどうかちょっとわかんないですけど、うん、とりあえず1個買いました。はい、そして次は、おにぎりを買って買いました。これですね。はい、炊き込み五目飯78円。まあこれはあの普通の海苔のついてるツナマヨネーズとかそういったのあのおにぎりより値段はちょっと安いですね。それでいてまあ作ってるとこフジパールですね。まあこれは美味しいですね。はい、美味しいですよ。はい、そして次に買ったのが、はい、カップ焼きそば、金ちゃんのイカ焼きそば。これあの元気にだいぶ前から置いてありますよね。金ちゃんの焼きそばってちょっと珍しいですけど、まあこれもあの美味しいですね。これが値段が、金ちゃんの焼きそば118円。まあ安いですね。はい、まあ定価いくらかちょっとわかんないんですけど。はい、次に買ったのが、これですね。はい、山崎のたっぷり満足ソースメンチカツサンド。これなんかちょっとこう見た感じ美味しそうなんで買ったんですけど、これ明日の朝飯にちょっと食べようかなと思います。これ値段がソースメンチカツ98円。まあ98円ですね。だいたい山崎さん98円多いですね。はい、そして、ちょっと今日暑いんでアイスクリーム買いました。あ、ちょっと袋に入れてくるんですね。親切やな、さすが元気。これ森永の、練乳いちご、定番昔からありますねこれね。それともう一個、はい、これですね、練乳アイスのメロンソーダ。はい、これが値段がいくらかな。はい、練乳氷いちごは69円けど、練乳アイス、これメロンソーダの方が、98円。あ、値段が違うんですね。こっちの方がこっちの方が高いんですね、ちょっとね。まああのあれですよね、ソフトクリームもあるし、メロンソーダかき氷、ちょっとこっちの方が美味しそうですね。はい、そして次に買ったのがこれですね。はい、これ安い時はこの白熊くんのアイス棒チューチューですね。はい、これは意外とこれ美味しいんですね。まあいろんなチューチューはこれスーパー行っても結構ありますけど、この中でもこれ美味しいですね。凍らして食べると本当にあのなんかシャキシャキして美味しいですね。これ10本入りで、これが白くまくんのアイス、98円ですね。98円で、はい、安いんでもう1本買いました。これ2個ですね。これ2個です。はい、はい、はい、
今日買ったのはこれだけですね。はい。今日買った商品はこれだけです。合計がこれで、合計752円ですね。はい。まあコンビニって752円。こんだけの商品買ったら752円はオーバーしますね。やはりこの元気安いですね。元気は本当に、安くて、そして近所に店がいっぱいあるんで、本当にこれ助かりますね。ということで、明日はちょっと元気行かずに違うとこでお買い物しようと思います。はい。じゃあまた明日見てね。バイ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 。